ヨアンディニズは、フランスの陸上競技選手、専門は競歩。マルヌ県エペルネー出身。5万メートル競歩及び50キロメートル競歩の世界、記録保持者で2006年から欧州選手権50キロメートル競歩を3連覇した。ヨアンディニとも表記される。2006年欧州選手権50キロメートルでは、自己ベスト3時間41分39秒を記録して優勝。 金メダルを獲得。2007年5月、ウォリックシャー州レミントンスパで開催されたヨーロッパカップ競歩 20km において、フランス記録となる1時間18分58秒で、投破し、優勝を飾った。8月の世界陸上競技選手権大阪大会 50km では3時間44分22秒で2位に入った。 2009年世界陸上競技選手権ベルリン大会 50km では12位。2010年欧州選手権では3時間40分37秒の自己新記録で連覇した。2011年3月12日、トラック5万メートル競歩で同種目15年ぶりの世界記録となる3時間35分27秒2をマークした。2014年8月15日、 スイスチューリッヒで行われた欧州選手権 50km 競歩で3時間32分33秒の世界記録を出し、同大会を3連覇した。それまでの世界記録は、ベニス・ニジェゴロドーフが2008年に出した3時間34分14秒だった。2015年3月8日、20km 競歩のフランス選手権大会にて1時間17分0 2秒のタイムを記録。 2007年に、ロシアのウラジミール・カナイキンが達成して、以来8年ぶりとなる世界新記録を達成した。1990年、アンドレー・ペルロフ以来の 50km、20km 競歩2種目同時世界記録保持者となったが、3月15日の全日本競歩、のみ大会にて、鈴木祐介によって記録が更新され、わずか1週間で世界記録保持者から滑り落ちた。 2016年の両五輪の50キロ競歩では、レース中に大量の大便を漏らしながらも、途中まではトップを力走していたが、後半に倒れ込むなど、急激にペースダウンし、8位に終わった。ありがとうございます。